あ、もう香りがどんどん充満してますね、うん、いい香りが。香りがね。皆さんこんにちは。今話題のマーラーの味が大好き、料理のお兄さんリュウジです。今回ですね、僕のツイッターでマーラーシビカラな味わいが好きすぎるというつぶやきをしたらですね、マーラー愛なら誰にも負けないとですね、食いついた方たちがですね、いましてですね、じゃあですね、もうみんなでガチンコ対決すればいいじゃないとですね、味本さんが今回のマーラー対決の場を設けてくださいました。じゃあ早速ですね、マーラー愛にあふれたこの方たちにご登場していただきましょう。どうぞお願いします。どうも失礼します。もう負けないよ休日課長と申します。よろしくお願いします。もうマーラシビカラに関してはもう彼女次に好きですからね彼女いませんけど。彼女いないじゃないですか。彼女いないですけど。彼女いないです。つまり一番一番好きということで、よろしくお願いします、はい、伊地清です、はい、僕なんかね作ってるからね、山椒の木もありますし、はい、家嵐も家で作ってますし、ちょっとレベルが違うじゃないですか。なるほど、そのくらい好きです。そんなに好きなんですね、はい、じゃあですね、今日はですねマーラーあふれるこの3人でマーラー対決をしていきたいと思います。対決の方法、ありましてですね、僕たちが1人1品、はい、お題に沿ってですね、マーラー麻婆豆腐を使ったアレンジレシピ、これをですね、作ってツイッターでですね、皆さんに一番美味しそうと思った人の料理をリツイートして投票してもらいます一番投票数の多かった人がウィナーということでね、はい、なるほど、ガチンコ勝負です。これガチンコです、ガチンコです。でこちらですね、全国のスーパー、およびですね、セブンで売ってるそうです。まあ僕、まあ多分ですけど、僕もちょっと買っちゃうからみたいな感じもあるんですけども、いやもう、はい、マーラーを今日は抱きしめ切りますマーラーとキスします自信はあります。僕もね、ちょっとリュウジ君が考えなさそうなところからアプローチをかけて、はい、勝利を勝ちたいと思いますけど、アレンジレシピですかね、はい、これはね、はいはい、ということでですね、はい、まず第一戦目のお題はこちらです。がっつり満足レシピ。それでお腹いっぱいになるようなものってことですよね。そうですね、うん、もう一皿で大満足みたいなね、はい、なるほど。それではですね、マーラーアレンジ料理対決スタート。はい、ということでですね、まあじゃあまずはね、トップバッター僕から作らせてもらいます。はい、お願いします。でですね、皆さん、あのこれね、3人ともみんな同じエプロンしてるの気づきました、これ。はい、これですね、今回の対決で作るレシピのイラストを、それぞれ描いたものになります。はい、それをですね、味本さんがエプロンにしてくれました。はい、で今回僕が作るのはこちらの料理です。はい、皆さんもう何を作るかお分かりですね、これね。分かりますよね、これね。全く分かんない。何でしょう。マーラー麻婆カレーです。分かるか、そんな。なるほど。どう見てもカレーじゃないですかね。見えなくはない。ね、うん、出来上がったらこれと同じような感じですので、はい、皆さんね、ここも見どころですからね、皆さん、これも。材料がこちらになります。まずね、マーラー麻婆豆腐1パック、絹豆腐 150g、水が 60cc、カレールーが1かけ。あとご飯が1膳分になります。たったこれだけでめちゃめちゃ美味しいですね。マーラー麻婆カレーをね作っちゃいます。でね、今回ねフライパンとか鍋とか使いません。はい、もうねこの中で完結させます。はい、この中でカレーを作っちゃうってですね、出ましたね。はい、もう僕のねお箱ですね、これね、うん、はい、まずですね、絹豆腐です。今回ね包丁も使いません、なんと、うん、はい、絹豆腐ですね、ここにですねスプーンで、まあ、いい感じにすくって入れていきます、うんうん、はい、もうあのでかくてもあの細かくても全然大丈夫です、後で混ぜちゃうので。はい、なるほど、はい、でここにですねマーラー麻婆豆腐ですね、はい、これもうこれがもうほとんどねいい味を出してくれるんでね、こう入れていきます、うん、はい、でねこれね底から絞り出してください。これね、ひき肉はね下に溜まってるんですよ、なので、ね、そうなんです、ね、いい感じにこの全部絞り出してあげてくださいね、うん、これね。ここにですねカレールーです、まあ、中辛ぐらいの、辛さのですねカレールーを入れます、うん、はい、でここにお水をですねここに入れていきます、はいはい、でこのままですねラップして、電子レンジで600ワット3分加熱します。
で、こういうルーって刻んだりとか潰したりしなくていいんですか？あ、もう全然大丈夫です。あ、そうですね。これ加熱されるとね、ルーは結構、ね、溶けてくるので、その後に混ぜるだけで。あ、最後混ぜる時に、はい、そうなんです、そうなんです。ということで、はい、じゃあですね、これを電子レンジに入れていきます。ここまで、はい、ここまでやったらもう全部電子レンジがね作ってくれるんでね。はい、600ワット3分です。はい、よしよしよし。はい、どうなっているんでしょうか。何だなこれ。はい、うんうん、じゃあラップを取りますと、こんな感じになってますね。おー、はい、出てる。はい、でこの状態でですね、まだまあルーが完全に溶けきってないので、この状態でよくね混ぜていきます。はい、でこの時に、豆腐も結構ね、大きめにさっき切ったんですけども、豆腐がねいい感じで崩れていくんですね。あ、はい、それも計算されてるんですね。そうなんです、そうなんです。あのね、とろみが出てきましたね。そうなんです、そうなんです。これは、マーラーのとろみと、カレーのとろみが、一緒になってですね、ちょうどいいカレー的なとろみをねつけてくれるんですね。はい、もう香りがどんどんね充満してますね。うん、香りが、香りがね、そのカレーの香りとこのマーラーのね、本格的な香りがすっごく合うんですよ。なるほどな。こんな感じでですね、はい、豆腐もね結構ね、崩れました。はい、僕はねこれぐらい崩した方が、好きなんですね。うんうんうん、はい、でこいつをですね、ここに、まあ、1膳分の温かいご飯ですね、はい、ありますので、こんな感じですね、かけていきます。はい、もうかけちゃおうかな。はい、ということでですね、マーラー麻婆カレーの完成でございます。おー、早速お二人も食べていただこうと思います。いいですか。はい、じゃあぜひ、じゃあ課長からよろしくお願いします。いただきます。はい、あ、もう香りがすごいもんなのね。うん、もうマーラーですわ、香りも。うん、なるほどな。うわ、これ敵ながらあっぱれですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。この確かにカレールーとマーラの相性が、はい、ちょっと想像してたのと違いました。うん、本当に化学変化起こってる。うん、ケミストリー。ケミストリー。これすごい。やられましたね。あのね、ちょっとやりすぎかなと思ったんですよ。はい、カレー粉もこう入れてしまったら、めっちゃ融合してる。ありがとうございます。さすがですね。そうなんですよ。結構ね、味濃いめなんですけども、うん、お豆腐が結構入ってるので、そうなんですよ。なのでご飯と合わせても美味しいですね。はい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 。皆さんぜひ僕のですね、マーラー麻婆カレー、これね本当に簡単にできて美味しいですので、ぜひ投票してくださいね。はい、ということで、今回は、マーラー料理対決、まずは僕の料理食べていただきました。このマーラー料理対決はですね、皆さんの、投票で優勝が決まります。はい、はい、皆さん次第でございます。うわ、怖いな。はい、投票方法は2つでございます。はい、はい、味の素パークのツイッターアカウントをフォローしていただいて、3人の料理の中で一番食べてみたいと思った人の投票用ツイートをリツイートしてください。さらにです、はいはい、さらに僕たちのアレンジレシピ、こちらをですね、実際に作ってその写真を投稿してくれた、らですね、一、投票で5票分、まあ、結構でかいぞこれ。はい、いやもうね、ほんと作ってほしい、ほんと作ってほしい。これ作りやすいからな。はい、簡単な方が有利じゃないですかこれ。簡単な方が有利、もしかして。はい、ぜひね、作って皆さん清き一票を、僕たちに入れていただきたいなっていうふうに思います。でさらにですね、僕たちから5名ずつ、あ、5名ずつプレゼントがあります。はい、はい、ちなみに僕が用意したプレゼント、じゃ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 ん。はい、今ね大好評なんですけども、はい、リュウジ式悪魔のレシピ、はい、はい、これをですね、僕のサインですいません、本当にサイン入りで、そういう独創的な、はい、サインが、はい、独創的な、はい、こちらをですねプレゼントさせていただきますので、皆さんぜひぜひ、投票していただければなっていうふうに思います。次回はですね、休日課長が、はいはい、レシピを披露してくれます。はいはい、まあ、こう四川風の親子丼を作りたいと思います。親子丼、はい、これで親子丼ですか。そうです。あ、なかなか、ね、独創的ですこれもね。もう新しいですね。ぜひお楽しみに。